どうも、はじめましてじゃないですね。なんか、こちらね、三重県から、鈴鹿市からね。お嬢様、清水ジャパン様。そうですね。あ、ちゃいますか。はい。どうなってる、ね、ちょっと一つ一つ出していきたいと思います。はい、あ、なんか手紙みたいなの入ってた。そう。おお、勝手ながら無料サンプル品として同封させていただきました。あ、本当に無料なんですね。あ、ありがとうございます。ほう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 。もう僕たち、これこの前潜水サワーやったおかげでもしかしたら宣伝効果かもしれないね。しかもなぜかまた通りに来たバックヤードで。そう、バックヤードではなくどういうことなんですか。おい、一個一個出していきますか。そうですね、これ前回のやつですね。お嬢様清水、はい、エナジードリンクですよね。もうこれは飲みました。飲みました。次はね、違うものが入ってるんですよ。なんとね、こちら瓶ですよ。瓶ですよ。おいおいおいと、おいおい、缶に入れたコーラと瓶に入れたコーラどっちが美味しいんだと。そういうことですよ。しかもね、よく見てください。幼くなってるんですよ、女の子。こちら、アルコールが 8% 入ってます。うわ、ほんまや。そう、ちょっと犯罪チックですね。大丈夫なんですかね。お取り扱いをしていただけませんかっていうことでもらったんですけど、まあ、はい、そういうことなんですかね。はい、まあ、どこですかね、はい、ってませんかっていう。バックヤードは、バックヤードはどうなんですかね。どうなんですかね。ちょっとね、あ、こう、あれ、ちょっとなんか似てますよね。うん、似てる。似てる。似てますよね。え、これは、あ、まあこれも内容は一緒っすね。一緒やね。あ、まあ、パッケージが変わったっていう感じですね。僕的にはこちらです。はい、というわけで、シオ君飲めないんですけど、僕が代わりに飲んじゃうという企画でやってみたいと思います。お願いします。はい、じゃあぜひね、これちょっと飲んでみたいと思うんで。でもこれすごい、結構味が薄い。味薄いんすか。うん、なんだろうな、苦いね。苦いですか。どちらかというと、なんかちょっと苦いから、多分人系の味。あー、なるほど。人バックが甘くなくなったみたいな感じかな。あー、甘くしたら多分まずいってなるかもしれない。あー、でもどうにか多分この清水とお酒をマッチさせるためにうまくやってんだと思うけど、でも好きな人は好きかな、これ絶対。でも慣れるまでにもしかしたら時間かかるかもしれないけど、好きな人はこれ好きかも。なるほどなるほど。頑張ってる感はすごい感じる。頑張ってる感がやっぱ絞ってるんで。頑張って絞ってるんで、まあ仕方ないですね。うん、でも全然悪くない。ただもうどんどんね、この清水、お嬢様清水ジャパンさんは、はい、もっと売り込んでいった方がいいかなと思うので。そうですね、まだまだ知名度がね、はい、低いんで、なんでやっぱこのネタはすごいいいと思う。その例えば、ね、コンパとか、はい、その男子会とか女子会とか、はい、そのクラブとかでこんなんあるんでみたいな、はい、俺飲むみたいな、私どうしようみたいな感じでじゃんけんに負けたとか。でもそれ罰ゲームとかだったらまた違っとって、罰ゲームやるならちょっとテキーラ入れたりとか、はい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 、ちょっと、ね、強めのお酒入れて飲むのも結構美味しいかも。確かにそうです、ね、うん、この場合は。しかもパッケージも結構優しい方ですよね。ね、もうめちゃめちゃ飲みにくいパッケージじゃなくて、うん、ちゃんとただ単に女の子がいるだけっていう。そうね、もう考えられてますよね。ね、8%。そうですね、本当に。前回は缶だったんですけどね。そうですね、翔くんがトスピタル飲んでくれた。はい、はい、ありがとうございます。またありがとうございます。はい、チューブ本当ですね。そうですね、次は鬼ヶ島。あ、鬼ヶ島行きたいです。あ、ちょっと僕26日からチャリで島並海道を通って徳島行くんです。そうなんや。はい、もしよければ応援よろしくお願いします。で、また宣伝の方もね、なんかバックヤードさんで4月の7日でしたっけ。あ、そうですね、はいはいはい、こちらね、はい、チョビーブリッジって形でこんな感じです。DJ さんとラッパーさんが来てね、もうクラブみたいな感じで盛り上げていくんで、僕もビートボックスで出るので。あ、そうだね、前ちょっとやってて乗ってね、はい、その映像ではお見せできなかったけど、そのビートボックスできるっていう技もちょっと披露してくれたんですけど、はい、ただここで生のビートボックスが聞けるということで。そうですね、はい、で
ね、スピチュームのスピちゃんもちょっと、ね、はい、出られるということで、ぜひね、興味ある方は行ってみてください。4月も7日です、はい、何時からやったかな、大丈夫です。あ、9時から、9時からな、はい、はい、というわけでまた YouTube よろしくお願いします。お願いします。いつもスピチューブ見てくれてありがとな。これからもよろしく。